1924年頃パメラリンドン・トラバース、PL ・トラバースはイギリスの児童文学作家、女優。本名はヘレン・リンドン・ゴフ。父のトラバース、ロバート・ゴフはロンドン生まれでアイルランド系の家系。オーストラリア合資銀行の銀行員で支店長まで勤めたがアルコール依存症で退職し、結核により若くして亡くなった。 母のマーガレット・アグネス・ゴフは、オーストラリア生まれで、スコットランド系の家系だった。母の兄弟のボイド・ダンドップ・モアヘッドは、オーストラリアのクイーンズランド州首相だった。オーストラリアのクイーンズランド州、メアリー・バラ生まれ、三姉妹の長女だった。アイルランド系だった父親に、不思議な話を聞かされて育つ。トラバースは、有名になった後、自分の幼少期を偽っており、父は、 サトウキビ農園の農園主で、私は農園で幼児期を過ごした。父はアイルランド生まれだったと説明し、また自身の青年についても1906年生まれとしていた。父親は銀行員になる以前にサトウキビ農園の監督だったことはある。ヘレンが7歳の時に銀行員だった父親が病死する。その後、母親は悲嘆のあまり川に飛び込んで自殺しようとした。 後に、一家は、母の育ての親であるオーバのヘレン・ムアヘッドの家に、引き取られる。家庭の事情もあり、大学には進まずハイスクール卒業後に、タイピストになる。その傍ら、舞台女優を目指し、1920年に、舞台女優デビューする。1924年、25歳の時に、イギリスへ移住した後は創作活動に転校し、詩人として、デビューを果たした。 アイルランドの詩人、ジャーナリストのジョージ・ウィリアム・ラッセルとの交流が始まる。その後は、児童向けに、数多くの小説や詩を発表した。彼女の最もよく知られた本は、不思議な出来事を起こすナニーのメアリー・ポッピンズについての物語である。同名のタイトルによるディズニーの映画化作品については、彼女は不満を表明した。彼女は、 シャーマン兄弟の音楽はうまくマッチしていないといい、また設定の全体が甘い話になりすぎていると考えていた。同映画の制作裏話については2013年にウォルト・ディズニーの約束として映画化されており、トラバースをエマ・トンプソンが演じている。1977年、その文学的な業績により大英帝国勲章を授与された。作品集。ありがとうございます。